はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。昨日紹介した白タン、あれがね11月20日の優勝デッキだったんですけども、今日は11月21日、まあ、これの優勝も白タンだったんで、あえて2位の、ジェスカイコントロール、まあ、こちらをやっていきたいと思います。はい、今話題の骨砕きの怪物がね4枚入って、あとまあリーヤが入ったコントロールデッキですね。はい、典型は入ってない感じですかね。はい、まあそんな感じで、特別、あと珍しいカード、最近のカード、勇敢な姿勢、これあんまり使い慣れてないんですけども、これも2枚採用されてますね。はい、それじゃあ早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ先行で、はい、7枚でキープ。どっから行こう。ここから行きましょうか。さあお相手は白タンか。はい、消えゆく希望。これはいらんな。できたら、これは火力欲しいかな。さあ、セレスタス。火力が欲しい、火力が。白タンどうだろう。リーヤで結構止まる。ああ、聖戦士はでもダメだね。お、聖戦士とりあえず来なかった。ん？ああ、そういうことか。なるほど。参ったね。もう一回出すか。やばいね。やばすぎる。数がやばすぎる。さあ、こっから勝負ですね。表現の反復。ドゥームスカールか。ドゥームスカールハンドに入れて、まあ、ゼロ除散。何点くらいます？8点、9、10、11、12、13、14点。今1体ブロックするとして、12点。まあ、バウンス。さあ、0助産。マスコット展示会にしときましょうか。かなりギリギリですね。攻撃しない。ターン終了。
わあ。まあ、先に殴らせてから考えようか。まずここをバウンスして、ああ、土地はもらっとくか。さあ、リアブロック。生きてるよね。危な。さあ、ドゥームスカール。ターン終了。さあ、考慮。これはいらん。土地か。土地ときましたか。それじゃあマスコット展示会。ターン終了。なかなか厳しいな。さあ、テフェリー。おお。時刻が面白そう。ターン終了。さあ、ターンもらいます。じゃあまず表現の反復。さあ、勇敢な姿勢。一発殴っとくか。アタック。ターン終了。これはちょっとややこしいね。ややこしいけど、もうここで2点火力打っといた方がいいね。さあ、燃えがら地獄。Time on the front of the
ターン終了。まあもう積極的に出していっていいんじゃないかな。さあ船砕きの怪物。とりあえずカードを引こう。はい、表現の反復。さあ土地を出す。セレスタス、さあバウンス、そしてアタック。ターン終了。船砕きの怪物が出てしまうと、いろいろとどうしようもないでしょうね。さあ燃え殻地獄。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ土地を出してターン終了。ターン終了。表現の反復。わあ、これはひどいな。ターン終了。なんだっけ、トランプルト。ああ、なるほど。はい、セレスタス。ターン終了。さあ、トゲ平原の危険。さあ夜になったんで実行して、まあ1枚カード捨てます。さあドロー。ターン終了。
さあ次のターンで7マナ揃いますね。ただ相手はなんか呪いはつけてきたけど、クリーチャー展開あんましてこないね。でも摂氏っぽいね。まあ2枚目ついてもそんなに関係ない気はする。はい、カード1枚捨てます。2枚引く。ターン終了。さあ、こっから怪物が暴れてくれるかな。呪いももうガンガン戻していけるんで。グルールだとこの怪物どうしようもないんじゃないかな。グルールでタフ8を落とす方法あるかな。バウンスもないし。さあ、ダック。さあ、セレスタス起動。ターン終了。さあ、夜になったんでカードを引く。そしてカード捨てる。さあ、ターンもらいます。さあ、ダック。マジか、霜神点食らわしに来るってこと？霜神？さあ、消えゆく希望で逃げます。ターン終了。まさかの霜神3発でね、危うく焼かれるところでした。殴っては来れないと思うんだけど、殴ってくる。そう、さすがにそれはないよね。ターンもらいます。さあ、カード引く。さあ、ダック。ターン終了。さあ、カード捨てます。さあ、船砕きの怪物。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。ターン終了。さあ厄介ですね。ターン終了。さあターンもらいます。ターン終了。環境科学。有望な信徒。いや、痛いっすね。はい、ドゥームスカール。まあ、一回ちょっとリセット。まあ、あとは消えゆく希望でちょっと耐えながら。やばいの出てきたな。ちょうどやばいよね、こいつ。何がやばいってタフネスがね、ちょうど嫌なタフネスなんですよね。さあ、燃え殻地獄でキッカーなし1点ずつ。これは綺麗に決まりましたね。さあ、テフェリー。アーティファクトとクリーチャーと、はい、土地。ターン終了。さあ、ターンもらいます。まあでも引かないとしゃあないね。予想外の授かり物引くしかないか。さあ、予想外の授かり物、カード1枚捨てる。どうする。こっちかな。ターン終了。
ドゥームスカールもね、1枚しか入ってないから、結構クリーチャーデッキが多い、この状態で、この環境でね、どうこうすんの、やっぱきついか。さあ、予想外の授かり物。まあ、土地かな。カード2枚引く。いや、どうしようもないな。厳しいぞ、これは。ターン終了。さあ、夜になってカードを引いてカードを捨てる。はい、軍団の天使。強いね。まあ、トゲ平原の危険で、まあ、クリーチャー一体追放しつつ、で、消えゆく希望でバウンス。秋の占い師。ターンもらいます。おお、来ましたね。カード1枚捨てる。まあ、こっちを捨てる。そしてドロー。どうしましょう。あ、骨砕きの怪物。表現の反復。なかなかですね。なかなかですね。3枚引いて全部土地と。いや、厳しい。向こうのハンドも面白いけどね。さあ、ボリンクレックス。しかし、ん？殴ってはこれないでしょう。殴ってこないですね。おっと、4枚連続土地。しかし、相手がこのカニの圧で投了しましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ジェスカイコントロールということで。いや、船砕きの怪物、強いですね。まあ、これが回り始めると基本的にはどうしようもないのかな。このリーヤもね、なかなか優秀ですよね。まあ、この2枚は本当盤面をね、ひっくり返す力があるんで、そこら辺が強いね。でも、アルンの典型が1枚も入ってないということと、勇敢な姿勢なんですね。ここら辺がちょっと、まあ、好みの分かれるところなんかなと。家の焼き払いとか、まあ、そこら辺も入ってないと。まあ、BO1 でやっていくと、ちょっと対クリーチャー対策がちょっと弱い気はしないでもないんですけど、まあ、その時の大会の環境を見てという調整だとは思うんですけど。はい。これからはこの船砕きの怪物の入ったデッキっていうのがね、結構環境で暴れそうだなっていう感じですね。
はい、まあそんな感じで、ジェスカイコントロールとかね、こういうコントロール系好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。